点圏には追加点となるランナーを置いています。リードしてますが、取れる時に取っておきたいですよね。まだ安全圏ではないですからね。なるほど、そうですね。初球は何から入ってくるか。まず最初のボールを決めていきました。ボールになります。内へズバッと投げ込んできました。ボールになります。走ってきた、打ちました、ヒットエンドラン、伸びる、ライト見送った、スリーランホームランが飛び出しました。素晴らしい一振りでした。高めに浮いたストレート、強引に引っ張ったあたりはスタンドに届いていきました。追加点が入りました。ドラゴンズ4対0、見事な一発が飛び出しました。ベンチではチームメイトに祝福され、喜びを分かち合っています。ご覧いただきましょう。ここで追加点となるホームランが出ました。いやー、うまく打ちましたね。これは立ち直るきっかけを与えません。初回から優位に立っています。さあドラゴンズ、追加点のチャンスを迎えています。序盤で点差を広げてあげられるとピッチャーにも余裕が出ますからね。うん、そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスにはディック入っています。打ちました、痛烈、切れました、ファールボール。赤星さん、バッターのディック対左ピッチャーはどうなんでしょう。打った、ライトに強い打球、ライトが追いかけますが頭を越えました。セカンドランナーホームイン、バッターランナーは二塁到達。ドラゴンズ1点追加します。ライトオーバーのタイムリーヒット。バッターボックスは5番ディック、先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。勝負強かったですよね。ナイスバッティングでしたね。はい、ここも思い切っていってほしいですね。そうです。高めのボール、ファーストランナーセカンド回って三塁に向かう。これで3打数3安打の猛打ランナースタート。キャッチャー二塁送球する、